山道信号場は、愛知県名古屋市中川区路一丁目にある、東海旅客鉄道中央本線の信号場である、中央本線金山駅名古屋駅間において、東海道本線貨物支線の名古屋港駅へ向かう、路線を分岐するために設置された。複線、電化の中央本線から単線、非電化の名古屋港線を分岐する形になっており、 名古屋方面へ向かう線路から分岐するため、塩尻方面へ向かう線路からも名古屋港線に入線できるよう、上下線間の渡り線も設けられている。また、信号場の上をまたぐ格好で、ソフトバンク、名古屋センターがある。近隣に、東海道本線岡白橋駅がある。1995年に同駅が設置されるまでは、三の信号場から、 少し貨物支線を行った先に、名古屋球場正門前駅が設けられ、名古屋球場で中日ドラゴンズの野球試合が行われる時に臨時列車が設定された。中央本線の複線化に伴い、並行する東海道本線貨物支線を下り線として流用したことから、その分岐点及び単線複線の接続点として設置されたものである。名古屋港線自体は、 1911年から存在していた。現在では所属路線たる東海道本線から直には入れない構造となっているが、これは1937年の名古屋駅改築移転によるルート変更で東海道本線、中央本線が入れ替わった結果である。従前の配置では中央本線が名古屋駅構内で一番東側にあり、 現在の東信号上あたりから先名古屋駅までの間東海道線の本線と名古屋港線とが並走する形であった。ありがとうございます。